高山本線で行われたディーゼルエンジンで走る列車のラストラン大勢の鉄道ファンや通勤や通学などで利用した地元住民が別れを惜しみました JR 東海はミャンマー鉄道省からの要請を受け25年以上前に作られたこちらの旧型車両を送っています来年3月までに 高山本線や帰省本線などで廃車となる84両を順次送る計画です。この車両譲渡は、まあ日本とまあミャンマーとのまあ経済交流という観点からもまあいいのあることというふうに考えております。東南アジアの国ミャンマー、民主化が進むにつれて鉄道の整備に力を入れているため。 積極的に日本の鉄道会社の中古車両を購入しています JR 東海はミャンマーの経済を支援するため譲渡することにしたのですでは引退した車両はミャンマーへどのように送られるのでしょうか車両は JR 東海の線路から名鉄など他の鉄道会社の線路を使って名古屋港へ運ばれます こうした光景はとても珍しいことから鉄道ファンが駆けつけてきましたこうして名古屋港には23両の車両が集結しました1両あたりの重さは28トン以上これを巨大なクレーンでつり上げてトレーラーに積んで向かったのは貨物船2日間かけて23両すべてを船に詰め込んでいきましたいよいよ23両 全てを積んだ貨物船が出航船の上に顔を覗かせている鉄道車両なんともユニークな光景ですミャンマーまでおよそ2週間かかりますそんな車両に特別な思いを抱いている鉄道マンがいました伊勢車両区の中里さん入社してからおよそ10年ディーゼル車一筋に整備を続けてきました ディーゼル車は電車よりも部品点数も多く古い車両であることから点検や整備を入念に行っています。自分が整備した車両がもうこの館内で引退するのはちょっと寂しくてちょっと哀愁が漂うんですけどとミャンマーに行っても頑張って走ってもらってそのためにはまだ車両残ってますのでミャンマーの人たちに。 より良い車両を提供できるよう頑張って研修してい,くしていきます中里さんが整備をし現在運行している旧型の車両も海を渡りミャンマーへ送られることになっています